北国新聞ニュースをお伝えします金沢市内の飲食店は昨日から酒類を午後7時半まで提供できるようになりましたが繁華街での客足は鈍く休業する店も目立ちました石川県は感染対策の基準を満たし第三者認証を受けた金沢市内の飲食店に限り昨日から酒類を 午後7時半まで提供できるようにしましたただし酒を出すのは4人以下か同居家族による利用に限られます木倉町の居酒屋現在門では昨日、およそ1ヶ月半ぶりにのれんを掲げ店の中では複数のグループが乾杯し笑い声が響いていました午後7時ごろに駆け込みで訪れた 男性三人のグループは、やっぱり外で飲まないとねと話していました。ただ、週明けの月曜のため、解禁初日の出足は鈍く、夜7時半までじゃ休業とあまり変わらないと不満の声が漏れました。片町スクランブル交差点も行き交う人はまばらで、周辺では引き続き、今月30日まで休業する店が目立ちました。 県内では、昨日新たに新型コロナによる感染者15人とクラスター2件が確認されました。石川県の発表によりますと、新たに感染が分かったのは、園児から60代までの15人です。クラスター関連では、スポーツ活動と高齢者入所施設関係の2件が確認されました。 このうち、スポーツ活動のクラスターは、9日からおとといにかけて判明した児童を含む10人が感染し、活動中にマスク着用が徹底されていなかったということです。また、高齢者入所施設のクラスターは、10日からおとといにかけて利用者5人と職員1人が感染しました。利用者がマスクをしないことがあったということですが、 ほとんどがワクチンを2回接種していました。その他、県内企業の従業員寮で開かれた会食関係のクラスターは、感染者が1人増え、これまでと合わせて22人になりました。大相撲秋場所2日目の昨日、県内出身の幕内力士は遠藤が初日を出し、 輝きは図3 400勝目の白星を挙げました。東前頭11枚目球場明けの遠藤は西前頭12枚目の栃ノの心と対戦し立ち合い後すぐに右前回しを引き左を深く刺す得意の体勢になると鋭い出足で寄り切り鮮やかな速攻で今場所の初勝利を挙げました。 先場所は左足を負傷して休場しましたが、今場所は両足にテーピングはなく、復調を感じさせました。一方、東前頭13枚目の輝きは、西前頭14枚目の豊山との押し相撲対決に臨みました。輝きは、押しの応酬から我慢強い攻めで押し出して、初日から2連勝、 通算節目の数字に輝きは気にするものではない次の一番に集中すると表情を引き締めていましたコロナ禍の子どもたちを元気づけようと金沢市の飲食店がきのう児童養護施設に食品を送りました。 この飲食店は金沢市この,店の代表渡嘉敷大さんは金沢駅周辺の飲食店主で作る金沢駅前もてなし会のメンバーで会として去年児童養護施設に募金を寄せたことがあり今回は店単独で食品を寄贈することにしました。都家式さんは昨日 金沢市長町1丁目の児童養護施設精霊愛知園を訪れ牛すじ煮込みともやしのごまサラダをそれぞれ70食ずつ送りました食品を受け取った横川新園長は飲食業界が厳しい中の支援はありがたいと感謝しましたこれに対して渡嘉敷さんは美味しく食べて笑顔になってほしいと話していました 徳敷さんの店は、これまでに、河北市の二つ谷病院や、公立穴水総合病院にも食品を送っています。中野戸町教育委員会は、国史跡関道山にある建物、旧官房で進めてきたかやぶき屋での修理を終えました。 赤道山は山岳信仰の拠点として栄え半世紀まで寺院関係の58の建物がありましたが仏教を抑え込む明治の廃仏希釈などによって衰え今は旧官房だけが残っています。県の文化財に指定されている旧官房は歳月とともに屋根の茅が腐ったり苔に覆われたりしていました。 このため、中野登町教育委員会は県の補助金などを活用し、およそ300万円の事業費をかけて、去年7月から修繕事業を進め、新たに屋根の一部を吹き替えました。中野登町市町議会は、昨日教育委員会から旧官房の工事完了の報告を受け、今日関係者が現地を視察します。ここまで。 北国新聞ニュースをお伝えしました。